仕事をまずしていた日なんですけど、海に近い場所なんですけど、そこに自宅がありまして、そこに、ちょうどお昼を食べて終わって、そして、もうホテルに戻る支度をしていた時がちょうど2時46分。今まで体験したことないような、本当に立ってもいられないような地震だったので、大きい津波が来るよっていう話もすぐ出たんですね。歩いてこの高台のホテルを目指して2人で歩いてきます。防災、用具って多分各家庭で準備されたと思うんですね。で、私も、そうしたんですけど、その時はもう全然慌ててたので、コートと普段持ってるバッグだけを持って出たっていう、そういう状況です。自宅は残念ながら流されまして、ちょうどその手に取ったものだけが残ったっていう状況ですね。私たちがこう住んでる地域は常に何かあるんだっていうふうに言われていたんですけど、それでさえもなかなかこう慌てるし、判断がこうつきにくかったり、やっぱり常日頃から家族と、そういう危険な時はとか話し合っているのがいいかなと。